メタ読み83,904キロ、鈴木カプチーノ前期型 F100 キット装着の社外旅、モンスター鈴木スポーツ旅という言い方でしょうかね。バランスの良いチューニングの1台でございます。そうそうなかなかですね、程度が良くてバッチリなのがなかなか出てこないもんでして、マウント系とかですね、細かい部品ネジとかでもいろいろ新品に変えられたりですね、全オーナー様もやれる限りのしっかりの仕上がりを行っております。今タイヤ後ろがちょっと空気甘いのでハンドルちょっと流れてる感じありますが、ちょっとちゃんとした空気圧で正常にやってからまた乗ってみて、問題なければまた記載していこうかと思っております。デフマントこの強化ブッシュになってるみたいで、反応がこう普通の車とは違う、カグンとちゃんとですね対応してくれてますが、慣れてない方は変なのかなっていう一瞬思っちゃうかもしれないです。今低速でのんびり走っておりますので、タービンの方が動いてない状態ですけども、踏むとですね、やはり100馬力に変わっているというですね、力強さとですね、そしてマウントとかですね、足回りとかのやはり書いてあるメンテナンスしてある車両だなとすぐ分かる、体感できるですね、素晴らしいコンディションであるのが分かると思います。エアコンの方もちゃんと動きます。スイッチの方もつきますし、コンプレッサーも動いております。まあ、強いて言えば速攻不明ということで、10キロぐらいですね、速度が遅く表示されてしまうというふうに言われましてですね、おそらくなんですけども、ギア比が違うデフが入ってるのかなという、 LSD という感じではなくですね、おそらくこのローギアとハイギアとの違いという意味でミッションから速度を拾ってるらしいので、その辺の違いがあるのかもしれないです。ですので一応ですね、法定速度60キロのところで50キロで走っていただくと、それが標準的な速度で大体それで合ってるというふうに考えていただけると幸いでございます。ゲージ検定はちゃんと動いておりますわ、大丈夫ですね。で、予備のメーターもう一個あります。それの意味もありまして走行不明という扱いにさせていただいてますが、エンジンのですね安定ぶりとかもですね見ますと、本当にしっかりしたいい状態だっていうのが分かると思います。もうカプチーノとかもうかなり20年以上経ってる車になりますので、実走行がいいっていうことはもう断定できないというのはもう分かっていただければいただきたいと思うところの一番の一つでありますね。このぐらいですね反応よく伸びてくれてます。面白いです。もう4速あたりでどれだけ引っ張って100キロ以上で走るかなんていうのは本当は面白いかもしれないんですけども、なんせ目白通りでのんびり走っておりますので、そこまではお見せできませんが、乗りたい方は一応今車検の方はありませんけども、自社の方の改装ナンバーの方ですね、仮ナンバーではなく改装ナンバーの方でありますので、正規でしっかり乗ってみていただいて、よければ買っていただく、もしくはこの動画を信用して買っていただくということで、対応させていただければと思っております。もちろんですね、定番のお決まりのサビのとこどうですかとかですね、いろいろいっぱいビートカプチーノ EZ1 とかですね、もう直さなくちゃいけないとか、お決まりの難点みたいな場所が出てくるとかいうのはあるかもしれないんですけども、答えきれません。そこら辺はですね、やはり乗ってて自分で気になったらやってっていただくとかですね、今自分で乗っててこちらで気になる部分というのは非常に少ないという車両だと思います。必ずですねカプチーノもどこか我慢してくださいとかいう部分出てくるんですけども、パワーウィンドウの方もですね、ちょっと今助手席の方開けていただきましょう。早いです、戻す戻りもこれだけ早くなってくれてます。運転席の方早いです、これだけ反応早くですねなってくれてます。もうこれだけでもですね大きい部分でもありますけどもね。そしてライトも HID になってますね、夜明るくですね走りやすくなってると思います。まあ、車検に関してはなんですけど、通常ですね車検を通すだけでしたらですね、
まあ、あの大体うちのギャラと入れますと5万前後で終わるのが一般的なんですけど、今回はですね、あの今の状態ではですね、タイヤフロントがちょっとはみ出しを感じる、テールブレーキストップランプといいますか、後ろのテールの真ん中のところの玉がちょっと欠けてるのがある、左右のテールランプじゃないですよ、後ろのセンターのですね、あとはマフラーがちょっと、モンスターのマフラーですね、少し下の方、あの取り回しが違うもんで、その辺りがちょっと接し当たるっていうか低いですね、10センチ12センチ以上切っちゃってるかなっていう感じはありましたので、まあ、純正のバネに戻すか、スカヤマのショック自体はそのままの車検対応のサイズなんですけども、ショートストロークといいますか普通のサイズ、もちろん純正でもカヤマっていうのはありますんで、こんな感じで問題ないんですけど、バネの方がですね、ダウンサスの方が少し影響するのかなっていう感じはありましたので、まあ、その点ですね、解決すると、まあ、大体手間とですね、なんだりかんだりで10万ぐらい、法定費を合わせて10万ぐらいでいただければ、車検満タンでお届けできるかなという部分でもあります。もちろんご自身でできる方はですね、現状で、お渡ししますんで、お安く。実際、あの一からノーマルのカプチーノ入れてやったらですね、本当に部品代と工賃とか合わせますと、まあ、この車でももう100万円近いんじゃないかなっていう部分もあったりしますんで、まあ、かなりお得な価格で提供できるかと思いますので、ご連絡お待ちしております。あの気軽にですね、メールでも電話でもですね対応いたしますんで、長く乗っていただけるオーナー様にお会いできるのが一番こちらとしても嬉しいので、何と聞いてください。それとですね、純正アルミとかですね、まあ、ちょっと手間なんですけど、あの車に積めないもんで、いろいろですね、トランクにとりあえずいっぱい入ってます。まあ、ちょっと抜いちゃうかもしれないですけど、こっちで使えてとかあったら抜いちゃったりしたらごめんなさいなんですけど、まあ、いろいろとですね、予備で持っていくと部品もですね、あの廃盤になってしまったりする部分がですね、必ず出てきますから、この時期はですね、持っておくと安心な部分も大きいんではないでしょうか。ということでですね、南長崎豊島区常盤荘の裏あたりの近くを今ですね走っておりまして、動画終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。目白自動車でした。